戦闘を開始します。さてどうする。覚悟なさい。無意味な抵抗ですわ。はい、とどめです。さてどうする。一気に決めてやる。ぶっ飛ばしてやる。てや、頼んだ。雑魚のくせに。行きます。任せてください。黒いインパクト。また足りない。俺の番か。エネルギーを剣に集中させる。くらえ。あたしの時間だぜ。じれって。こうでなくちゃな。クラッシュ。さてどうする。さてどうする。敵を追い詰めます。私も譲れません。雑魚のくせに。とどめは俺に任せろ。よし、終わらせよう。はい、勇者様。疲れました。見事だったよ。ただの護衛騎士とは思えないな。いえ、恐縮です。ようやくコアガーディアンを倒しましたわね。お二方、本当にお疲れ様でした。これで初代王の財宝は私たちのものですわね。魔族とも対等に戦えますね。全部勇者様のご活躍のおかげですわ。どうしたんだ、いきなり。あら、私のことがお嫌いでして。そんなことはないけど。もう少しこのままでいさせてくださいませ。今からあなたを突き刺しますので。え？はい、おしまいですわ。あら、わけがわからないと言いたそうな表情ですこと。察しの悪い男は嫌われますのよ。だから2回も裏切られてしまうんですね。王女殿下、なんてこと。勇者様はあなたが召喚したこの世界の救世主なのに。うるせえな。なんで俺とタニアを。ふざけるな。俺はお前たちと出会ってもう一度誰かを信じられたのに。初代王の財宝、正確な名はダンジョンコア。生贄を捧げて願いを叶える科学遺産。生贄にふさわしいのは地球生まれの人間ですの。私が召喚したあなたは素晴らしかったですわ。仲間に裏切られた過去を打ち明けた時、はあ、なんて生贄にふさわしいの。そう思いましたわ。さあ、ダンジョンコアよ。この地球人の生命と肉体を捧げますわ。そして私に全てをねじ伏せる圧倒的な力をください。
人間の強い願望を感知。オートマタエヴァ、ただいまより稼働を開始します。一級イレギュラーハンター、ケイ、出る!さて、どうする?ターンを確保しました。撃ちます。俺の番か。これならどうだ。ターンを確保しました。セーフティーモード稼働。さてどうする。しつこいやつめ。くらえ。まだまだ先は長い。急げ。絶対に逃してはならない。マスター、こちらに急接近中の生命反応を確認。モンスターではなく人間と推測します。助けてください。追われています。どうなさいますか。放っとけ。余計な情けをかける必要はない。マスター、私たちにはこの時代の情報が必要です。マスターの活動時期とは多くが変わっているでしょう。ここであの少女をうまく味方にすれば役に立つ情報を入手できると予想されます。適正生命反応を確認。直ちに戦闘を開始します。俺の番か。戦況を分析中。発射。俺の番か。さてどうする。エネルギーを剣に集中させる。くらえ。戦況を分析中。回復を始めます。さてどうする。これならどうだ。戦況を分析中。不可侵領域を展開。さてどうする。
レンズ良好、戦闘開始。私の番だね。これは痛いぞ。戦闘か。では行きます。よし、リーシャ行くぞ。うん、天の星よ、力となりて敵を撃て。定石通り行くぞ。さてどうする。頼んだ。じゃあ戦況を分析中、不可侵領域を展開。私の番だね。覚悟しろ。これはアルデラミンの剣だ。さてどうする。戦況を分析中、発射。よし、俺様のおかげだな。俺がいた地球はイレギュラーの侵略でめちゃくちゃになったんだ。体に異常はありませんか？メンテナンスが必要な時はいつでも言ってください。